はい、おはようございます。昨日ですね、ライブ配信をしましてね、来ていただいた方ありがとうございました。でそれで昨日そのライブ配信でリクエストがあったんですね。こういう動画ね、昔ありましたけど、もう一回ちょっと上げてもらえませんかっていうことでね、本当にこう昔のね動画を皆さん覚えてていただいてね、なんかすごく嬉しくてですね、いつもね、あの時のあの動画ね、もうないんですかとか、また上げてもらえませんかって、本当にね、なんかよく覚えてくださってるんだなと思ってね、すごくね励みになりました。ありがとうございます。それで今回ですね、そのリクエストの赤ちゃんについてなんですけどね、まあ、ちょっといろいろとですねお話をしていきたいなと思うんですよね。で、あくまでもですね、私がですね思ってることですから、それをですね皆さんにね、絶対こうなんでこうしてくださいっていうことじゃもう本当に全然ないんです。まあ、赤ちゃんについては人それぞれですね、いろんな思いがあって、いや私は赤ちゃんについてはこう思ってるとかね、あると思うんですよ。でも私はですね、私の体験からはこう思いますよっていうことをですね、ちょっとお話をしたいなと思うんですよね。で、私はですね、まあ、初めてね、聞いていただく方もいらっしゃるんで、一応言いますけど、20代の時にね、主人がまだ生きてて、まあ、主人は32歳の時にね、私が、癌で亡くなったんですけど、まあ、それまでに、3回ですね、流産をしたんですね、私が。やっぱりね、その流産をする前、まだ妊娠する前ももちろんね、赤ちゃんが欲しい欲しいってずっと思っててですね、そして1回目の妊娠でもう本当に嬉しくてね、検査薬をですねこうねした時に、ああ陽性になってたって言って、ご主人にね言ってね、もう妊娠したよって言ってね、めちゃくちゃ喜んでたんだけど、すぐですね、もうね育たないっていうね、経流流産っていうんですけどね、やっぱりこう育っていかないんですね、赤ちゃんのその細胞がですね。そしてもう亡くなってるっていうことで、もうね、中絶っていうか、そういう手術をしなきゃっていうことでね、それがですね、3回あったんですよ。いやーもうね、2回目こそとか3回目こそっていうことで、毎回の妊娠にも本当にね、もう喜んで、でもね、やっぱりこう1回目があったんでね、今度大丈夫かなってね、1回目は亡くなっちゃったからってね、そういう気持ちもあったけど、いやでもね、今度こそって思ってたんですけどね、でもやっぱりダメ。もうまたダメっていうことで3回ダメだったんです。でやっぱりほら手術をしなきゃいけないんで、そのままでね、あ赤ちゃんダメだったんだで終われないんですよ。やっぱり手術を受けて全部出さなきゃいけないんでね、もう手術を受けるっていうことがやっぱり体にも負担になって、心も負担になってね、本当にもうね、私もともと体弱かったんですけど、さらに弱っちゃったんですよね、それでね。でもまたですね、お医者さんからですね、もう3回流産して、結局あなたのね、そういう体はですね、赤ちゃんがもう育っていかないっていうね、もう全てがそういうパターンだったから、もう無理かもしれませんねって言われたんですよ。そしてご主人とのね人生をね、もう考えられて、まだ20代なんでね、まあ、これからまた人生いろいろ考えて楽しまれてくださいって言われたわけなんですね。だからあーと思って、その時はまだすぐね、先生にそう言われたからといってね、いやまだまだ全然立ち直ってなくて、いや赤ちゃん私欲しかったのにって、まあ、しばらくね泣いたりとか、本当にね落ち込んでましたよ、もちろんね。でそれでその後にまたね諦めてですね、もう本当諦めたんです。そして主人と、よしもうね、もう楽しく生きていこうよっていうことでね、バドミントンしたりとか、テニスしに行ったりとか、公園にね行ったり遊びに行ったりとか、本当にねし始めたんですよ。そしたらですね、次のね妊娠がまたありまして、その時には、まあ、今の娘なんですけどね、生きてる娘。もう4回目は大丈夫だったんですよね。もうちゃんと育ってくれたんですよ。だからそういう経緯がある私がお話をするっていうことなんですね。で、私はですね、その3回のね、流産の時、そしてその前ね、まだ妊娠する前の、その時の感情というのはどういう感情だったかというとですね、赤ちゃんが欲しい、赤ちゃんが欲しい、もう欲しいんだってことなんです。とにかく赤ちゃんが欲しいんです、私ってことなんです。皆さんもね、今ね、そういう方がいらっしゃると思うんです。だからそういうリクエストもね、いただいたと思うんですけど、赤ちゃんが欲しいと思ってる時ってどういう気持ちかっていうことなんですよ。まあ、そこをですね、当時の私はただひたすら赤ちゃんが欲しいと思ってるだけなんで、別にそういう自分をですね、客観視なんか何もしてませんよね。ただ赤ちゃんが欲しいと思ってるだけなんですよ。もう妊娠したい、妊娠したいっていうことなんです。出産したいっていうことなんです。出産して、可愛いちっちゃな赤ちゃんを抱っこしたいと思ってるわけなんですよね。で、ちっちゃなね、もう本当にこうね、
もう可愛らしいね、もう生まれたての赤ちゃんを我がね、この腕に抱っこして、ぎゅーっとしてね、もうこうチューとかしたりしてね、もうその赤ちゃんの可愛らしさだったり、こう柔らかさだったり、こう匂いだったりね、もうそういうものをね、体験したい私もということでね、そしてその赤ちゃんが少しね、成長した時にはね、もうね、すでよちよち歩きだったり、こう、ハイハイ、ね、最初ハイハイですね。最初ハイハイして、よちよち歩きになってってね、あ、たったたったって言いたいとかね。で、その中では、もう可愛らしい洋服をね、着せたりね、髪が少し生えてきたらね、髪をこう、いろんなヘアスタイルにしてね、可愛いこうね、ヘアゴムとかでこう、くくってあげたいとかね。もうとにかくこう、赤ちゃんそのものを楽しみたい、自分が。そして赤ちゃんがちょっと成長したらまたある意味こう着せ替え人形みたいな。いろんな洋服着せてあげたい。髪型もこういう風にしたいってどうですか？皆さんも正直そういう風に思ってると思うんですよね。もう本当にそれがですね、まあでも当たり前なんですよ。そういう気持ちが別にですね、悪だとかそういうことは言ってないんですよ。だって私もそうだったんで。私がこれから話してるのはね、これから話すのは悪いとかいいとかじゃなくて、もうちょっとね、こういう風にも考えていただけたらね、まあ本当に赤ちゃんを産む、ね、子供を産むっていうことはこういうことなんですよっていうことをね、それをまず赤ちゃんを産む前に分かっておいていただけたら、赤ちゃんを産んだ後にね、本当にね、苦しんだりね、悩んだりする方がいるんですよね。そういうことを少し軽減できますよっていうことにこうつなげていきたいわけなんですよね。だからそうやってこう、私自身がね、赤ちゃんを産みたい、可愛いね、我が子にしたい、着せ替えみたいにしたいっていうことを、もう本当に正直思ってたわけなんですよね。だから皆さんも思ってるんですよ。それ言ってました、ライブ配信の方々も。そうね、正直そう思ってますっていうことでね。やっぱ可愛くしてみたいなとかね、女の子がいいなとかね、女の子だったらいろいろできるのにってね、思ってます、私もって言われてました。もう皆さんそうだと思うんです。そしてもう一つはね、やっぱりほら、マタニティのね、そういう洋服を着たいとかね、あ、私は妊娠してる人間だみたいな、そういう自覚を持ちたいっていうのがあるんですよ。やっぱり妊婦さんが着てるワンピースね、マタニティドレスを着たいっていうのがね、めちゃくちゃありました、私も。そういう風な洋服を着て街を歩きたい。私は赤ちゃんがいるんですよっていうね、まあ、そういう感じで歩きたいっていうことなんですよ。そして、ベビー用品売り場ね、あそこに入りたい。もういいな、あそこに入ってる妊婦さんたちってね、お腹を大きくしてね、マタニティドレスを着て、堂々とベビー用品売り場にこう入っていってね、いろんなものをこう見て、一人で見てる人もいれば、こう、ご主人と見てる人もいてね、もうすべてが幸せそうに見えてました。いいなーって、可愛いのがいっぱいね、並んでそうだなって、こう、横目をね、横目でこう、見ながら通り過ぎながらですね、いつも思ってましたんで、私はあそこに入れないのかなってね、もう3回流産した時にね、本当にですよ、もうなんで私はあそこに行けないんだろうと思ってました。そうやってですね、やっぱり、そういうことを全部トータルするとですね、自分の自己満なんですよ。自分自身が満たされたいっていうことなんですよ。可愛い赤ちゃんを腕に抱きたい。腕に抱いてる私を体験したい。ね。そして私はね、お腹が大きいんですよ。妊婦さんなんですよ。私って幸せなんですよっていうことをね。なんかこう、そこら辺歩いてる人に見せたいみたいなね。それで自分も自覚したい。あ、私は妊婦なんだ、みたいな。お腹に赤ちゃんがいるんだ、みたいな。わあ、すごいってね。お腹に赤ちゃんがいるなんてすごいってね。私ってなんかすごく神秘的なね、体験してるとかってね。なんかこう自分がそういう幸せを味わいたい。そういう楽しさ、ね、感動を味わいたいですよね。そして赤ちゃんに可愛い格好をさせたい。ね、生まれた子供にいろいろ着せ替えしたい。洋服をいろいろ選びたい。その時も結局ね、こう幸せなんだろうな、みたいなね。子供服売り場に行ってね、あれこれね、選んでみたいなってね。もうそういうことって全部自分が幸せっていうことなんですよ。そこにですね、その赤ちゃん自身のことは何も考えてないんですよ。そうじゃないですかね、正直なところ。だから私はそういう気持ちで赤ちゃんが欲しいと思って流産3回して絶望して、で4回目でやっと今の娘がね、ちゃんと育ってくれて生まれました。生まれた時もですね、まあ、ちょっと難産すぎたんでめちゃくちゃヘロヘロになっちゃって、いやー、もうね、難産のすごさはすごいですね、本当に。でもですね、世の中には何人産んでもケロッとしてる人もいるんですよね。やっぱりその体力とか、元々のね、体質ですよ。健康体っていうのがね、あるんですよね。もう何人赤ちゃん産んでも全然平気っていう人もいるんで、もうその落差がですね、私はめちゃくちゃボロボロになっちゃったんで、赤ちゃんで。
そしてそのね、産んで退院した1週間後ぐらいにもものすごいぎっくり腰になっちゃって動けなくなっちゃって、もう本当に踏んだり蹴ったりだったんですよね。もうね、本当に地獄でした。でも動けなくても赤ちゃんがもう生まれちゃってるんで育てなきゃいけない。赤ちゃんはぬいぐるみじゃないんですよ。自分が具合が悪い時はそこに置いとこうなんてできないんですよ。自分がどんな時もどんな体調ね、もう熱を出したりぎっくり腰になったり何かものすごい不調めまいが起きてても、赤ちゃんはもう生まれちゃったらもうそこに生きてるんですよね。だからものすごい責任があるわけなんですよ。だからもう後戻りができないんですよ。ああちょっとこんなに具合が悪くてこんなに辛い時に、子供がいるってね、もうその時に現実がまず来るわけなんです。自分がものすごい辛い時に、あ、私は赤ちゃんを産んでるんだっていうことが来るわけなんですよ。あ、もう育てなきゃいけないんだ。命がここにあるんだってことなんですよね。だから産後うつってね、よくあるじゃないですか。でもですね、その産後うつっていう、そのうつっていう言葉はですね、本当にですね、なるべくっていうかもう本当はですね、もう全く使わないでほしいんです。本当のうつの人以外、例えばメンタルが本当に落ちちゃったなとかね、あーなんかこうもう嫌だと思ってる私は今メンタルがね落ちててもう辛いなっていうね、そういう状況の時にすぐね、私はうつなんだってすぐですね、うつだと思わないでください。それはちゃんと理由があって自分のメンタルって落ちてるわけじゃないですか。産後にね、体がまだね元に戻ってない時に本当にこういきなりね、もう一つの命を、ね、一つの命の世話をしたりね、本当にその命に向かい合わなきゃいけない、そのですね、ものすごい大きなね、自分の役目っていうのがこう現実に来てね、それまでは自分が赤ちゃんがまだ手に入ってない時は、赤ちゃんが欲しい欲しいってね、最終的にすごく望んでて、その時の憧れと、じゃあ実際産んだ時の現実をですね、本当にですね、もう目の当たりにした時に、もうその落差ですよね。あ、赤ちゃんを産むっていうのはこういうことだったんだっていうのがね、ドカーンと来るわけなんですよ、出産後に。だからメンタルがもうねドカーンときてね、あーってなっちゃってるっていうだけなんですよ。体もちょっと弱っててね。だから体調が万全でめちゃくちゃ元気な人も世の中にいるんです、産後にも。だからそういう人はそんなにメンタルが落ちたりしないんですよ、楽観的だったりすればですね。でもやっぱりちょっと悩みやすい方だったりね、ちょっとすごくいろんなこと気にしたりね、心配性だったりね、あとはこう本当にこう悪い方にすぐ考えやすいね、そういうこう考え癖がある方だったり、あとは体調がもともとねあんまり強くない方、私みたいにね体が弱い人間とかがですね、もう本当に出産した後はですね、本当にですね辛い状況になることがあるわけなんですね。だから憧れだけ、自分の自己満だけのためにね、もう本当にこうなんかこうね、ぬいぐるみでもね新しく買うみたいなね、ぬいぐるみみたいな感覚なんですよ、産む前はですね、赤ちゃんを手にする前は。でも現実はですね、命なんです。一つの命を自分の目の前に作り出すっていうことなんですよ。だからそこにはものすごく大きな責任があるわけなんですね。自分がどんな状況でも、私もですね、出産後1週間後にね退院して、もうその本当に何日か後にですね、ものすごい朝ぎっくり腰というかね、もう腰から来てるんですけど、全く微動だにできないね激痛に見舞われたことがありまして、もうあれは地獄でした。もう1ミリも動けなかったんですよ。でもですよ、今のね私だったら自分一人が苦しめばいいんですけど、その時はその産んだばかりの娘がいたわけなんですよ、目の前に横に。だからいくら自分が動けなくても、もう娘は生きてるんですよ、私の横に。ぬいぐるみじゃないんですよ。自分が辛い時、動けない時はもう放置しといていいじゃないんですよ。自分がどんな状況でも娘の世話はしなきゃいけない、生かさなきゃいけないんですよね。放置はできないんですよ、ぬいぐるみみたいに。まずそこをですね、もう相当の覚悟をしないといけないっていうことなんですよね。でもそれはですね、私みたいにそんなぎっくり腰になったりね、体が弱い人が考えなきゃいけないことで、もうですね体が元気な人は普通にね、自分がちゃんと対応できると思うのでね、まあ、それはいいんです。ただですね、もう一つ大事なことは、その健康な方でもそうやってある意味その産後うつってなるって、ね、よく言いますよね。だから育児ノイローゼになってる方が現にたくさんいらっしゃるんです、産んだ後に。それはやっぱり自分のホルモンがね、やっぱり変わりますよね、産むと。そしてやっぱりこう現実を見るわけなんですよ。現実を見た時に、いくら健康な人でもやっぱりメンタルがね、もうちょっとブレちゃったりとかね、わあもう大変だと思っちゃったりね、あと夜泣きがもうしょっちゅうしょっちゅうあるとかね、
もう何なんだろうって、子育てってこんなものだったのって、なんで泣いてるのってね、その泣きですよね。赤ちゃんのもう泣くっていうことでものすごく育児ノイローゼになる人がいるんですよ。もうそれ皆さんも聞いてると思うんですよ。いろんなね、ネット上のね、体験談とか、まあテレビでもね、育児ノイローゼのお母さんが、みたいなね、ありますよね。本当にですね、産後育児ノイローゼになる方多いんですよ。だからそれは現実を知るからなんです。でも赤ちゃんがまだ手に入ってない人たち、私もそうでした。その時はそんなね、自分がね、産後のそういうね、ものすごい地獄というか、なんかメンタルが落ちるとかね、もう悩むとか辛いと思うとかって、そんなこと想像してないんですよ。ただいいことばっかりを想像して、赤ちゃんが欲しい、いいなって、あの人たちいいなって、可愛い赤ちゃん抱っこしてって、ただそれしか見てないんですよね。赤ちゃんのいいとこしか見てないんですよ。で、産後もですね、そういう風な感じなんですけどね、そういう体調がちょっと悪かったり、メンタルが落ちた人はですね、そしてその子供がですね、少しずつ成長します。赤ちゃんもね、ずっと赤ちゃんじゃないんですよ。もう幼稚園とかね、保育園とか行って、そして小学校に上がってね、で小学校ぐらいになると、まあもちろんね、まだね、子供たちっていうのは無邪気ですよね。だから一見するとすごく楽しんでるように見えますよ、子供たちっていうのは。でもですね、それは大人のね、こちらの親から見た感じで、実際子供はですね、学校とか行ってたらね、いろんなことを感じたりね、友達同士でね、いろいろあったりとかしてるかもしれないんですよね。でもまだね、小学校ぐらいまではまだね、それがね、中学校以降よりはまだ少ないと私は思いますよ。娘を見ててもまだ小学校ぐらいまでは無邪気でした。ね、そして中学校ぐらいになると、やっぱりね、徐々にね、やっぱり思春期に入ってくるんですね。そうすると思春期に入ると、やっぱり子供がもっともっと自分の人生を味わっていくわけなんです。もうそれはですね、やっぱり親から見て、私から見ても感じてました。いろいろありそうだな、中学校ね、娘大丈夫みたいなね、やっぱり私もですね、親として気をもんだりとかね、心配したりとかっていうことが出てくるわけなんですよ。そして今度高校になると、もっとね、娘も成長しますね、子供もね。高校生っていうと、もっともっとですね、いろいろあるわけなんですね。でそうやって今度は大人になってね、高校卒業して、まあ大学に行くお子さんもいらっしゃれば、まあ社会に出る方もいらっしゃったり、いろんなね、もう本当に自分の人生をどん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 歩いていかなきゃいけなくなる、その子供もですね。そうすると、いろいろこうね、会社に行けば会社での人間関係ね、いろんな人たちとの関わり、もうどん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 いろんな、その自分の人生を味わっていくわけなんですよ、子供は。まあ、私もですね、もう娘がね、まあ、小学校ぐらいまで本当にね、温かく見守っているだけでね、まあ、そこまでね、苦しむこともなかったですよ、娘自体もね。でも娘はちょっとね、小学校の5年生の時に意識不明になって倒れたんですけど、もう時の私の絶望感というかね、もうそれもものすごくショックでしたね。もう気が狂いました。もう病院で泣き叫びました、私は。主人とかね、弟が私亡くなったんですね、その前にね。その時の2人の死もですね、ものすごく私にとっては絶望で、すごいショックでした。でも奈落の底に落ちましたけど、娘が意識不明になった時の時のことはもうそれ以上でしたね。やっぱり我が子のその命とか病気とか意識とか、そういうことに関してはもう親はですね、もうものすごい地獄を見ますよね。だからそういうこともね、起きるんです。子供っていうのは、赤ちゃんっていうのは、ずっとその赤ちゃんの時のまんまでずっと生きてくれるわけじゃないんですよ。いつ自分の我が子に何が起こるかわからないんですよ。自分の我が子がいきなり何かの病気になっちゃうとか、いろんな症状が出てくる。例えばアトピーとかもそうですよね。やっぱり予防接種をね、本当に赤ちゃんの時にたくさんですね、打たれるんでね。もうだからそれはですね、もうね、もう全部病気を引き起こすね、元になってたっていうのが、このね、この2年半のこのおかしな世の中を見てね、分かりました。でも私はそのね、娘を産んだね、24年前は全くそういうこと分からなかったから、もう母子手帳に書いてある通りに打たせに行ってましたよね。あれも全部ですね、必要ないことだったらしいんですよね。だから毒を入れちゃってたっていうことでね、もうだからそれはもう今更どうしようもないんです。だからそういうね、ああいうものを体に入れさせてしまった、ね、そういうことで娘がいろいろやっぱり症状が出るわけなんです。病気になったりとかね、水疱瘡になったりとかね、もういろいろありますよ。そして結局私の娘は意識不明になったりしたんですけど、他のね、親御さんのそのお子さんたちはいろんな病気になってる方もいますよ。やっぱりほらね、病院にずっと入院してるね、お子さんの病気ありますよね、人それぞれ。
そうやってですね、我が子がね、赤ちゃんで生まれてきて嬉しい、幸せと思ってても、その後にいろんなことが待ち構えてるっていうこともあるっていうことなんです。それに親としてですね、立ち向かってちゃんとその状況を受け入れて、親として関わっていかなきゃいけないんですよ、子供にですね。だから自分の親としてのメンタル、生き方とか思考とかもしっかりとしてないと、その子供をですね、守っていくことができないんですよ。でですね、私たちもどうですか？今この動画をね、見つけていただいた方、あるいはこうずっとね、私の登録者でいてくださる方たち、この動画を聞いてね、自分のですね、人生もちょっと振り返っていただきたいんですよね。やっぱり皆さんだって、ね、私のこのチャンネルにたどり着いていただいたってことは、いろんなことがね、人生あってね、いろんな悩みだったりとか、いろんな苦しみとかね、辛さとかがあるからこそ、私のこのチャンネルにね、たまたまたどり着いていただいたと思うんですよね。ということは、皆さん自身も生きてて、あ、生きてるのってなんかもう辛いなとか、しんどいなとか、もうなんでこういうことが起きるんだろうとかね、悩んだり苦しんだりもされてきたと思うんですよね。そういうことは、結局ですね、その自分が産む赤ちゃんもそういうことが起きるっていうことなんですよ。赤ちゃんだって一人の人間なのでね、いつまでも赤ちゃんじゃないんですよ。その赤ちゃんも成長して、私たちみたいにどん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 大人になっていく上で、いろんな経験をするんです。私たちがしたような経験をしていくんですよ。そういうこともですね、あ、子供を一人産むっていうことは、その子供が私たちと同じような人生体験をしていくんだっていうことも考えないといけないんですよ。ただ自分が親として、ね、赤ちゃんを妊娠するっていうことの喜びを感じたい、ベビー用品売り場に行きたい、ね、可愛いねベビー用品をね買って家に飾っときたい、生まれるまでは飾ってとか、あとベビーベッドとかね、ベビーカーも選びたいとかね、なんかそうやってこう自分の喜びのことだけ、自分の幸せ感だけを味わいたい味わいたいということで、ね、あるいは他人に私は赤ちゃんがいるんですよって見せたい、私の子供ってこんな可愛いんですよ、ほらこの洋服可愛いでしょ、この髪型可愛いでしょって見せたい、その自己満をですね、満たすために赤ちゃんが欲しいと思ってる状況だと思うんですね。私もそうだったんでね、これ私もそうだったから言ってるんですよ、経験してるんで正直に。でも実際産んだらまず夜泣きがある、本当にもうずっとですね、おむつをしょっちゅう一日に何回も変える、そしてもう熱を出す、赤ちゃんの時私も何回もですね行きました病院に。皆さんもね、赤ちゃんいらっしゃるよね、経験がある方そうだと思うんですよ。本当にですね、赤ちゃんしょっちゅう熱出すんですよ。まあそれはね、もうあれのねせいだと思うんですけどね、あれを打ったからいろいろね症状が出てると思うんですよね。でもちょっとこのねチャンネルはですね、もうちょっと警告出てるんで、その注射とかをですね、ちょっと絵文字とかね、言葉ちょっと濁して書いてくださいね。今のこの世の中の和がつくやつ、和から始まるようなその言葉もですね、ちょっとコメントにはですね書かないようにお願いします。もし書かれてたらちょっと非表示になっちゃいますので、どうかですね、私からのこのハートマークがなかなか来ない、なのかさんハートマークを押してくれないなと思った時はですね、何かしらその言葉が書かれてるということなので、ちょっと編集からですね書き直してみてください。ね、もう私いろいろ本当のことをずっとこの2年8ヶ月言ってきたんで、ちょっと警告受けちゃってまして、ね、削除をね一つの動画されちゃってますんで、ちょっと言葉にはですねコメントの方を気をつけていただきたいなっていうことでですね。だからそのですね、赤ちゃんを産んだ時に母子手帳に書いてあるこれを打ってくださいっていうことはですね、打たなくていいんです。それが分かったんです、この世の中になってから、このおかしな世の中になってから。でも打っちゃったんで何本も打ちますよね、普通に何本も打ちましたから。それでもう熱はしょっちゅう出すし、もう水疱瘡だったりなんかいろんな症状が出るし、その度にですね病院に連れて行って、もう本当にですね寝れないんですよ、お母さんは、母親はですね、もうずっと看病なんです。そしてしょっちゅうしょっちゅうやっぱり熱出したら泣きますよね、やっぱ苦痛なんで赤ちゃんも。だから自分は寝れない、寝れないともう体がボロボロになってヘロヘロになるから、もう自分のメンタルも落ちてきちゃう。そうするとイライラする、なんでなの、なんでまた泣いてんの、どうしたのってなっちゃうわけなんです。そうすると育児ノイローゼになっちゃう人がいるんですよ。私もなりましたよ。だから本当にね気が狂うぐらいになるんです、本当に。だからもう本当にね、一人の赤ちゃんを産むっていうことはもう本当にですね、いろいろあるっていうことをまずですね、まずそこは覚悟しといてほしいんです。でもですね、それはまずマイナスな部分を言いました。それはだって覚悟はしなきゃいけないんですよ。やっぱり自分の憧れとか自己満だけで産むっていうのは、それはですね、ある意味軽率だったと私は思ってるんです。自分のことをですね。
だからそれは戒めとしてですね、今こうやってお話をしてるだけで、でもですね、やっぱり子供がいるっていうことはもちろん幸せでもあるんですよ。幸せでもあることもたくさんありますよ。やっぱり我が子ね、我が子がもうね生まれてくれて、最初ハイハイをねするようになってね、もう最初はですねハイハイの前ももちろんね嬉しいこといっぱいありますよ。普通にただまっすぐね寝てただけの赤ちゃんが自分の足でこうねぐるぐるね時計回りとかね、まあ反対回りとかぐるぐるこう回るとかねし始めたりとかね、もう手足をバタバタしたり、あと私とかねもう亡き主人が一生懸命ねあの娘に話しかけた時にもキャッキャッキャッキャ笑うんですよね。まだ赤ちゃんでもね、そういう反応を見る時もものすごく幸せでしたよ。だからものすごく幸せもあります。それは私たち親が感じられることなんですよね。ものすごく幸せなんだけど、でもなんです、それは私たちが味わえることで、それはもちろん素晴らしいことですよね。やっぱり人間はですね、幸せを感じるために喜びとかね楽しみとかねもう感動とかを味わうために生まれてきたっていうふうによく言われますよね。だからあのそれは全然いいんです。もう赤ちゃんを産んだことでやっぱりいろいろ本当にね幸せを感じることってありますから、だからその幸せはもちろんね十分味わっていいんです。私も十分味わいましたよ。そしてやっぱりこう徐々に徐々に成長してね、その成長を見るのももちろん楽しいし、学校の運動会だったりね、あの保護者会っていうかそのねあのありますよね、学校見学に行くやつね、あ授業参観ですね、授業参観もすごくね楽しいですよ。自分の我が子がねこう教室の机にこう座って授業を受けてるのを後ろから見るね、ああ子供ってね我が子ってこうやって授業をいつも受けてるんだなとかね、まあ、そうやってね見るのももちろん幸せですよ。幸せなんだけど、またそこにほらやっぱりママ友との関係が自分もまた出てきたりとかね、もうそこもですね人間関係が自分もまた出てくるわけなんですね。だからいろいろね幸せとですねやっぱりちょっとこううんって嫌だなって思うこともこうつきまとってきたりとかね、あとはさっき言ったように我が子の病気だったりとかにもね本当にこう向き合って一生懸命ねあの関わっていかなきゃいけない、世話もしなきゃいけない、ね、自分のメンタルをねあの落とさないようにちゃんとねしっかりとね気を持ってねあの子供の病気とかいろんな症状には付き合っていかなきゃいけないっていうこともね、それはちゃんとあの自分の中に持っとかなきゃいけないっていうことなんですよ。そしてですね、あの動画のタイトルにしたこともあって、あのインスタのねあの赤ちゃん動画だけじゃなくて普通の投稿もなんですけどね、インスタのそういう赤ちゃんの投稿を見るのが辛い人へっていうね、まあ、そういうタイトルもつけたことあったんですよ。やっぱり自分がまだ赤ちゃんがあの、ね、あの手にできてない、まだ例えばこう不妊のね治療中だったりね、あの治療はしてないけどずっと赤ちゃんができるのを待ってるとか、そういうふうにね赤ちゃんを待ってる方たちはやっぱり人のそういう投稿、赤ちゃんの投稿がすっごく辛い、もう見たくない、私にはいないのになんでそうやってこう自慢してるのみたいなね、自分の赤ちゃん見てみたいな、そういう投稿やだってね、そういうふうにこう思っちゃって辛いんですっていう方もねいるんじゃないですかっていうお話をしたことあるんですよね。でもですね、今までこうやってこの動画でお話ししたように、その今自分の我が子をこうやって動画とか投稿で見せてる人たちも、これからまだ赤ちゃんの状況ですよね、その方たち赤ちゃんだったりちっちゃなお子さん、そのねお子さんだってこれから成長したらいろんな人生があって大人になっていくんですよ。その赤ちゃんの可愛いね、可愛い可愛いってしてるのは今だけなんです。だから今のその可愛さだけを見て羨ましがったりとかね妬んだりとか、そういうことは一切しなくていいんです。だから辛いんだったら見なきゃいいっていうだけなんです。もう見ないようにしてください。そして他のねいろいろ他のことを見てくださいね、自分がこう好きなものとかですね。だから赤ちゃんのものを一切見ないようにしとけばいいんですよ、人のを見て辛いんだったら。そしてじゃあその辛いっていう気持ちをですねちょっとなくすには、さっき言ったように、いやこの赤ちゃんだってこれから生きていってねどんどん成長して、今はこの赤ちゃんっていう見た目だけど、これから幼稚園になって小学校になれば見た目ももちろん変わって普通の子供になって、それで中学生になって高校生大学生社会人、もうみんな成長していきますよ、その赤ちゃんたちも。もう大人になりますよ、普通の。だから今だけなんです。だから今だけのその人のお子さんの可愛さを見て、すごく自分が悶々としたりね、自分がメンタルを落とすことは何も必要がないっていうことなんですよ。皆さんそれぞれの人生をこれから生きていくんだなって思えばいいんです。今はまだ赤ちゃん。だって生まれたてだから赤ちゃんなの当たり前ですよね。だからそれは当たり前の姿を見せられてるだけなんですよ。だからそれにね、あの自分はそういうね、ことを味わえてないから辛いとかじゃないんですよ。辛いとか思わなくていいんです。もう人はですね、いろんな人生があって、その今幸せそうにしてるそのご夫婦もですよ、赤ちゃんを移してるそのご夫婦だっていずれ離婚するかもしれないんですよ。
それは人の不幸を願うとかじゃなくて、人はですね、いろいろ人生があって、今仲がよくね、見えててもってことなんです。もしかしたら本当は仲良くないかもしれないんですよ。一応インスタにアップしようと思ってるだけかもしれないんですよ、我が子。でも実際は喧嘩してるかもしれないんです。実際はもう本当にこう家庭の中はね、もうすごくなんかこうね、シーンとしててね、ただインスタに上げるためだけにこうキャッキャしてるね、そういうとこを撮ってる人もね、世の中にはいるんですよ。なんか幸せアピールをしたいとか、私たちは幸せなんですよっていうことをね、見せたいっていう人もいるんですよ。いろんな人がいるんで、だから本当にその人たちが幸せかどうかは、その投稿だけではわからないっていうこともあるっていうことをですね、そこもちゃんと思っとけば、全てのその赤ちゃん動画にですね、反応する必要がないっていうことなんですよね。でただ素直に赤ちゃんを見て、あ、この赤ちゃん可愛いなと思っとけばいいだけなんですよね。普通にその赤ちゃんの存在だけを見てですよ。だってよそのお子さん見たって可愛いじゃないですか。バス停でね、こうなんか赤ちゃんを抱っこしてるお母さんとかいて、その赤ちゃん見たら赤ちゃん可愛いですよね。だからそれは素直に、あ、この赤ちゃん可愛いなと思ってればいいんですよ。そこにですね、なんかこう妬ましい気持ちとか、いいなとかって、そうやってこう自分と比べるっていうことをしなくていいんですよね。ただ可愛いなと思っておけばいいんです。そしてじゃあ私もいつか赤ちゃんがね、自分にもできればいいなぐらいに思っておけばいいんですよ。あんまり執着して赤ちゃんが欲しい欲しいと思っちゃうと、なかなかできないってありますよね。それは私もほら、さっき言ったようにね、3回流産したんで、赤ちゃんが欲しい欲しいと思ってても結局3回流産したんですよ。そして結局赤ちゃんをもう諦めたら、本当に命を授かったんですよ。本当のね、ちゃんと育ってくれる命を。だから諦めて、もうそのことに執着しなくなったら手に入るっていうのがね、あて、それもね、一応経験したつもりなんですね。それで、あ、そうなんだな、本当にこういうことってあるんだなと思ったんですよ。もう一切そのことを考えなくなったんです、赤ちゃんのこと。もう主人とバドミントンしに行ったりね、本当ね、もう遊びにね、行きまくってました。そしたら本当にできたんですよ。だからやっぱりね、すごくもう願って願って、その願うのもね、例えばまあ私も昔漫画家になりたいと思ってて、その漫画家になりたいって願うってありますよね。もう漫画家になりたいって、それはですね、一生懸命そのために努力して、一生懸命漫画描いて投稿してました。いい意味で努力して、それを絶対自分は手にするんだってね、前向きな気持ちで漫画家になりたいって、それを望むのはいいんですけど、やっぱりほら、最初に言ったように自分の自己満のためがありますよね。赤ちゃんが欲しい欲しいって言ってるのは、だからやっぱりその自己満はですね、やっぱりこうね、ちょっとそれをなくさないといけないんですよ。まあ普通な感じで、まあ私もいずれ赤ちゃんができたらいいなぐらいでね、そしたら嬉しいな、そしたら幸せなのになってね、幸せなのになっていうのもちょっとおかしいですよね。今も幸せだけどってこと、今も自分一人でもね、主人と二人で今の生活も幸せだけど、そこに赤ちゃんが生まれてくれたらやっぱりね、もうその分幸せになるだろうなって、まあ、そのぐらいで思っとけばいいわけなんです。だからあまりにもですね、ものすごくね、執着して赤ちゃん欲しいってね、そしてそこにこう人と比べてね、人には赤ちゃんがいる、私にはいないって、こうそこにはですね、負の感情があるんですよ。負の感情があるその願いっていうのは、なかなかですね、いいものじゃないっていうことなんですよね。だから清々しいこう望みですよ。清々しい、そこに何の負の感情もない望みっていうのは全然いいわけなんですよね。だからそういうふうにね、思っとけばいいんじゃないかなと思うんですよ。そして赤ちゃんに恵まれた方はですね、そうやってその後にね、そしたらその赤ちゃんにこう真摯に向き合って、赤ちゃんがどんな状況でも、自分がどんなに辛い体調でも、もう育てていくんだっていう覚悟ですよね。そしてその赤ちゃんが成長するまで、大人になるまでは、もう本当にずっとね、支えてね。でもあんまりですね、あんまりベタベタしすぎも良くないんですね。もう一生懸命世話をしすぎね、もうね、赤ちゃんがもう転ぶんじゃないか、怪我するんじゃないか、危ない危ないっていうんじゃなくてですね、もう一旦は怪我をさせるね。それは放置とかっていう意味じゃないですよ。いろんな経験をさせて、赤ちゃんとか子供とかがですね、やっぱり自分で体験して勉強することってありますんで、何でも親がですね、もう線路をね、こう自分のその子供の線路をこうちゃんと引いてあげるっていうことじゃないんですよ。もう子供には子供の意思がありますんで、自分のものじゃないっていうこともどうか肝に銘じてですね、産んでください。赤ちゃん、子供は自分のものじゃないんです。所有物じゃないんですよ。自分が産んだからといって自分の思い通りになるとは絶対に思わないでください。その思い通りにならないからストレスを感じて、また子育てで悩んだり苦しんだりしてる人もいるんです。全然言うことを聞かないんですよっていう人がいますよね。我が子がもう全然言うことを聞かないじゃないんですよ。子供さんも自分の意思があるんです。親の言うことを聞くために生まれてきた奴隷じゃないんですよ。親の奴隷じゃないんです。
だから一人の人間っていう意思をまず持ってください。我が子も一人の人間なんです。だから我が子がやりたいこと、したいこと、考えたいことを尊重してあげる、そういう親でいられるっていう、そういうですね、覚悟もちゃんと持って産んでくださいっていうこともあるわけなんですよ。もうね、本当に世の中ね、本当に自分の思い通りにしたいっていう親御さんが本当にいるんですよ。もうそれはですね、違うんですよっていうことなんですよね。子供には子供の意思があって、子供の人生で生まれ持った運命があるんです。だから親がですね、そこに介入しちゃいけないんですよ。ただ温かく見守ってそばにいてあげるっていうことなんです。で、子供から何か頼られたらね、それにちゃんと応えてあげる親としてですね、あんまり過保護になっちゃいけないんですけどね、過保護じゃなくて普通に温かく見守ってですね、そして何かあったら支えてあげて、そして励ましてあげたりね、力になってあげる、まあ、それでいいんですよ。もうそういうことは私も本当に自分のこの人生で勉強させられまして、本当に日々ね、反省の日々が本当にありましてね、そして今こういうことが言えるようになったっていうことなんですよ。もうこういうね、境地に至るまではいろんなね、もう本当に自分のことを猛省したりとかね、本当に気づかされたりとかね、本当に一人のね、子供を育てるっていうことは、やっぱりね、自分もね、こう一人の人間として成長させられるというかですね、ああこういうことなんだなっていうことを本当にですね、気づかされました、いろいろ。だからそれもですね、私のやっぱりこう成長ですよね。やっぱ子供を産むっていうことは、その親も成長するっていうことなんですよ。まあ、今回はですね、ちょっとね、こういうことにね、気をつけてくださいとかね、こういうことをちゃんと覚悟してとかね、なんかそういうことをね、主にお話ししましたけど、まあ、それはですね、現実の部分なんで、もうそれはリアルとしてですね、あるっていうことなんですね。でもですね、本当にね、そういうことがあんまりなくね、まあなんとか本当に普通にですね、みんなが健康で、まあ特に病気もせずね、なんかこう、いろんなものすごい絶望とかがそれほどなくですよ。まあ人なんで、人間なんで、いろいろ人それぞれありつつもですね、まあそこまでのものすごい絶望とか味わわないで、まあ普通に生きてる方も世の中にはいらっしゃるんですね、一部。だから別にその全てをね、ああいろんなことがあるんだな、じゃあ大変なんだなって、ものすごく最初からですね、負のことばっかり考えてくださいって言ってるわけでもないんです。ただ現実に何かが起きた時に、そこでドカーンとショックを受けたり、ああもう大変だとかね、育児ノイローゼになるようなメンタルにならないでくださいってことなんです。あらかじめですね、いろんなことがあるんだなって思っとけば、何かが起きた時に、あこういうことなんだなってね、菜々子さんが言ってたのってこういうことなんだってね、その時その時に思えば、必要以上にですね、こうノイローゼになったりとかですね、悩んだりとかですね、あもうなんか子育てって大変だとかってね、思わなくて済むっていうことなんですよ。もう本当にですね、やっぱりそのお子さんもですね、やっぱり生まれてから大人になるまではまだ何もこうね、気づけなかったり、こういう時はどうしたらいいんだろうって、そういうことがまだ分かってなかったりすると、いろいろそのお子さんたちもですね、悩んだり苦しんだりすることもやっぱり一人の人間としてありますんで、そこに親としてね、やっぱりこう、私がこのチャンネルで言っているようなことをこうアドバイスしてあげられたりとか、こういう時はこういうふうに考えたらいいんだよってね、親が自分の人生をまず生き生きと生きて、生きるって楽しいんだよっていうことをこう見せるっていうことなんですよね。生きてればこういうこともあるし、自分でこういうことを選択していけば楽しいこともあるしってね。だから何か子供さんがこう落ち込んだり悩んだり、何か苦しそうにしてる時に、いや人生はね、こういうことがあるんだよっていうことを教えたりね、そこまでそういうふうにこう落ち込まなくて大丈夫だよみたいなね、まあ、そういうことを助言できる親になるっていうのも大切だっていうこともあるわけなんですよ。だからね、もう本当にですね、まあいろいろお話しましたけど、どうでしたでしょうかね。まあ、ではですね、今回もありがとうございました。